FM93.0AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 放送事故が何？あ、焼いてる？いい音してますね。もう放送は始まってますよね。音してジュージュー言ってますけど、火の音ですね。なっちゃん、はい、なっちゃん、なっちゃん始まってるんだけど、はい、うん、始まりましたよ、はい、うん、あ、はい、始まってますよ。な、今どこにいるの？あ、今あのキッチンにいます。キッチンえ言い方、キッチンにいます。キッチンじゃないだろ、そこキッチンにいんの？キッチンにいますよ。え、どうしたんですか？何やってんの？もうラジオ始まってんだ。1時から生放送だから、はい、あ、こっちも始まってます、うん、始まってます。こっちも始まってますって、はい、どこのキッチンにいるんですか？あ、日本放送の、日本放送のキッチン、はい、はい、いますよ。給湯室ですよね、給湯室。キッチンです、キッチンなんですよ、はい、何ターンも言わなくていいだろ日本放送の給湯室いるんですか？います。ここでなんか焼いてるね、これ。何の音？焼いてますよ。あ、もうこれは約束していた、はい、あれですね。あれですか？はい、パンです。パン焼いてんの？パンの約束してないですよ。何みたいなやつじゃないでしょ。パンの話してない、今日712回ナイツの回ですよね、はい、そういうことです。はい、ということで、あのラジオの放送712回おめでとうということで、はい、ラジオ焼きを焼いています。 ありがとう。本当に焼いてくれてるんだ。焼いてますよ。めっちゃ早く来て焼いてます、ずっと。ありがとう、ね、はい、今日早く来て、うん、なんかみんな食べてたみたいだね。まあ試作というかね、どういう感じかみたいな。給湯室がね、うん、一応あるんですけど、うん、同じフロアに、うん、すごい狭いので、うん、中にあったあの冷蔵庫今外に出してましたね、はい、冷蔵庫今外に出てて、エレベーター出たところにでっかい冷蔵庫があったから、どうしたのかなと思ったら、はい、日本放送って結構融通が効くんですね、うん、融通効くね、聞いたことないよそこで放送するから冷蔵庫外に出せるんだ。外に出したって聞いたことないけど、はい、今焼いてるんで。本当にキッチンみたいにして、ね、今そこに特別なたこ焼きを作ってやってるんだ。作ってくれてるので、ラジオ焼きイコールたこ焼き、はい、スタジオにはなっちゃいないですけど、うん、いないんです、すいません。一応あのこれもう始まったので、じゃあ自己紹介をしておきましょうかね。はい、はい、時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、乾きみこさん、お疲れ様でした。日本放送お聞きの皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、友康です。水曜パートナーのメフルトヨーキン&夏です。こういうトリッキーな回でそれややこしいってびっくりしちゃった、うん、はい、ということで、はい、2020年の9月7日からスタートしたこのナイツザラジオショー、今回が712回目ということで、はい、そういうことですね。ナイツ回という記念になります。おめでとうございます。ありがとうございます。ファンファーレ、はい、なんかいろいろありました。1000回になってもこのダサいファンファーレは変わんないんだろうな、本当にしょうがない。やっぱしっくりいきますからね、うん、しっくりくるよね、うん、ねえ、まあこれなんでね、こう、はい、たこ焼き、ラジオ焼きになったかっていう話も説明してください。含めてちゃんと説明しますと、はい、まずこの712回というカウントがまずね、うん、怪しかったですね、まずね、最初初めね、だから699回とかってなんか台本に書いてある、台本に書いてあったで、あ、じゃあもう明日700回じゃんって言ってたら、うん、どうやら違ったとリスナーさん数えたりして、うん、なんかちょっと690じゃなりさそうですよみたいな、うん、なって、うん、ちゃんと数えてる人いないのってなったら、うん、そのブースの外の全員が苦い顔してたと、うん、どうやら誰も数えなかったっていうことが分かる、ね、これを数え直したっていうのも俺まだ信用できてないから深町だけだ、まだまだまだ深町君、うん、信用できてない。そういうのってさ、複数人いなきゃダメだ、複数人で絶対間違えないように、うん、すべきだと思うんですけど、でも深町が曰く今日が712回だから、うん、なるほど、ね、うん、でその700とか600の時はお祝いしてないから、過ぎちゃったからね、うんうん、まあ、712はまあナイツ回、まあ、最初で最後の回だから、一生に1回しかないから、そうですね、これちょっとやりましょうっていうことで、うん、まあ、じゃあなっちゃん普段からたこ焼きパーティーやってるから水曜日だからね、そうなんです、パーやろうかみたいな風になったんだけど、うんうん、 そ、 うん、そこで、うん、なんかたこ焼きの発祥ってなんだろうってそもそも、うん、いう話になって、はい、そこでリスナーさんから、うん、
だからもともと牛すじ肉とこんにゃくを具材にして丸く焼いたこんなものが発祥で、うん、びっくりしたよね。その当時、うん、流行の象徴だったラジオから取ってラジオ焼きと呼ばれていたのが、もともとたこ焼きがラジオ焼きだったとという情報が来て、これでバチッとすごい奇跡が重なって、バチッとこれ で、 また712回が水曜日なっちゃんの回だと、これはすごい。だから明日はるかちゃんだったら、うん、牛乳のことを昔ラジオって言ってたら牛乳のバッチリハマったっていうことでしょ。あればね、多分ないと思うから。それはたこ焼きがラジオ焼きだったということで、今日はそのラジオ焼きを食べようということで、はい、今日は結構朝早くからなっちゃん来て今ずっと焼いてくれてて、はい、俺今日来た時にもう何個あってスタッフさん食べててさ、うん、食べようとしたらまだ食べないでください。いや、まあまあまあ、まあ、こちらはまだ食べてない、まあちょっとね、ラジオ焼き楽しみにしてほしいっていう気持ちですよね。これどうなの、今日いつものなっちゃんのたこ焼きって結構こう飲めるたこ焼き、はい、飲めるたこ焼きですね、ね、って言ってなんかちょっと水分多めですよね。はい、水分多めで水を多く入れるんでしたっけ。ラジオ、そうですね、うん、ラジオ焼きの時はそうなの、どうラジオ焼きの時も一応その通常の自分の飲めるたこ焼きと同じ生地にしてるんですけど、うん、なんか中の具材によってちょっと固まり方も若干違うんですね。違うんだ、感覚が、うんうん、ちょっと手応えが違う。そうですね、でも一回焼いといてよかったです、試しに。あ、そうか、お試しのやつをスタッフさんが食べてくれてたのか。あ、そうです、そうです。これが今本番。うわー、ちょっとありがとうね、本当に。牛すじを入れたのは初めてですか、たこ焼き。牛すじ初めてですね。あ、そうなんだ、はい、すげえ。だってそれは元祖のやつなんだもんね。ねえ、で買ってきたの、牛すじとこんにゃくも。牛すじはキクちゃんが仕込んでくれました。キクタ君が、はい、うん、こんにゃくとかも3時間煮込んだの。すごくないですか、牛すじ3時間煮込んだんだ家で臭み取って子供生まれたばっかりなのにすごい、ありがとうね、本当に712回のために、ね、嬉しいね、嬉しいですよ。じゃあどう、うまくできそうですか。そうですね、オープニングまでちょっと焼ければいいなっていう気持ちです。なるほどね、オープニング今日ちょっと短いんだよ、うん、いやじゃあね、まあ、ちょっと早速ね、パパのせい、パパのせいでもともと決まってたらしいんだけど、うん、パパゲスト、そうですね、ナイツ会が後々ですよね、うん、そうだね、そうそうそう、ナイツ会が決まったのは直前だから、うん、それ耳当たる。ゲストの人にも食べてもらおうよ。そうですね、デブさんとかさ、ぜひぜひ、ね、うん、でなんか、うん、今日はそのなっちゃんがスタジオにある、うん、スタジオある4階の給湯室で、うん、作ってくれていると、はい、でちょっと作りながらだとこのオープニング話しづらいだろうということで、うんうん、中継レポーターを呼んでおります。中継レポーター、はい、誰だ、一人来てもらってます。中継レポーターさん、どうもすいません、よろしくお願いいたします。村上、元気そうでよかったと申します当たり前みたいに言うなよ。いや、ごめんなさい、すいません、すいません、なぜと、いや、ごめんなさい、村上元気そうでよかったじゃん、はい、なぜって思って、元気そうです、本当にもう元気が一番ですから、本当に自分で元気そうです私の一部のマネージャーにだけハマってます。いいです、それあんま言わないでください、それドハマりしてやめましょう、それはいいんですからね、ね、そういうもうありがたいです、呼んでいただいて今日はね、レポーターということでね、しっかり高くの方レポートさせていただければと思っております。レポーター、あれ、レポーターやったことある、どこの野球部でしたっけ。早稲田大学野球部ですよ。いいんですよ、今それは。ちょっと待って、誰とそれが合わなかったんだっけ。そう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 、言わなくていいんですよ、だからそれ、あの小宮監督とね、合わなかった話はいいんですよ。小宮監督、いいんですよ、それは。はい、すいません、よろしくお願いいたします。中継先で小宮監督とそれが合わなかった話をさせていただいて。いいんですよ、はい、すいません、村上元気そうでよかった、はい、よろしくお願いいたします。この間のゲスト来た後のあれでしょ、あの、うん、アンダーナインはどうだったの。はい、15組中、10位でした。はいはい、あの、はい、もうあのルシファーさんのとこまでたどり着けると。全然決勝まで行かなかったらしい。全然 ラジオショー効果が全くないというもうあの逆効果だったんじゃないか。なんで、でもそのちゃんとした素晴らしい大会だったということを証明されたのでそこはね、あのやっぱりね、10位だったからまた今日呼ばれてるかもしれない。もしかしたらその可能性ありますのでね、うん、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします、本当に。レポーター、いや、何、ちゃんとじゃあ伝えてよ、レポーター。もうしっかり今日はラジオ焼きとね、あのたこ焼きのちょっと違いとか、うん、ここの良さとかをね、いろいろ込み込みで、あのしっかりね、ナイツラジオショーの、ね、リスナーの皆様にたこ焼きとラジオ焼きの違い、はい、教えて。あ、それこそ中身がですね、はい、通常のたこ焼きですと普通のたこが入っておりますね、はい、あと紅生姜とちょっと、でラジオ焼きの方がですね、牛すじとあとこんにゃく。それ言ったじゃん、さっき知ってるよあの中にあの入っております
入ってない。今さ、掛け合いが逆になんか面倒くさくない？これ見る見る、まあ、いない方がいるのこれ。今中継リポーター今それこそね、夏さんの焼き方というか、あの水分量多めでちょっとあの多分食べやすい感じになってると思うんですね。ふわふわとろとろで中身がだいぶもう今どれぐらい焼けてんの？もういやもうなんか徐々に 4,5 個はもう今ひっくり返してる状態でして、でもちょっとなんか大阪っぽいですかね、これどちらかというと。大阪っぽい。そうですね、あの中身トロトロの、中身トロトロでふわふわな感じ、はい、東京ですとね、あの外カリッと、なんかそんな知ってんだ。あ、はい、一応東京と大阪の違いに先ほど検索して、まずさ、レポーターなんだから、その周りのね、はい、この風景とかさ、そういうのを言うのよ、まず。すごいまず情景が浮かばないから、ね、どこに私は今、ここに来てまして、そうですね、私、今、ちょうど、日本ラジオ放送の、急に。急に日本ラジオ放送って何？できんないもん。どっちにいんの？ラジオ日本のに行っちゃったの？ロシア大使館の近く。日本放送の方ですね。あ、日本放送の方、給湯室でございます。給湯室。周りに何が見えるの？どういう感じの給湯室？なんか、あの、そうです。あ、スヌーピーのマグカップとか。あるね。はい、ビバリー山口さんの、うん、私物が置いてある私物が置いてある、そうですね、結構生活感溢れるところではあります。はい、私困惑しております。はい、リポート初めてで困りましょう。困惑してます。はい、困惑したい。あ、はい、そういう感じでございます。はい、音してる、はい、いい音してる。結構徐々に結構焼けてきましたね、だいぶ。焼けてきましたね。あ、めちゃくちゃ美味しそうですね、これ。だいぶ、だから、そうですね、ナイスさんにもね、これラジオ焼きとたこ焼きの違いなどをね、ちょっと食べ比べしていただいて、ちょっとこれね、ラジオ焼きって食べ比べってことは何、うん、たこ焼きもあんの？うん、焼いてます。今もう、あえ、現在進行形で焼いております。あえんって言ったなんかたこ焼きも一緒に焼いてるんだ。たこ焼きも一緒に焼いてるんだ、ね、そうなん、食べ比べができるんだ。できます、できます。なので、ぜひよろしければそこら辺も込み込みで、はい、中に明石焼きとかってあるじゃん。あ、明石焼きありますね、はい。ああいうのとまた違うの？こう、いや、明石焼きっつったらあれ中身ないんでしたっけ？あれ中身なんもないんでしたっけ？明石焼きって何でしたっけ？タコがないんでしたっけ？で、タコが あるんじゃないですか？タコがあるんだ。だしに使って食べる。だし使ってた。ごめんなさい、ごめんなさい。推測で言うのやめてください。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。そのスープですね。明石焼きの方。せっかく今レポーターの話がね、ごめんなさい。でも来るかもしれないんだから。ちょっといいですか？情報、1個情報いいですか？タコ焼きって何歳から食べれると思いますか？え？謎謎ですか？あ、違う違う違う、これあの本当に何歳から食べてもいい、うん、え、あ、赤ちゃんの時とかやっぱり食べれないからね。ああ、もちろんね。花さん、いくつくらい？2歳とかじゃないね。ああ、もうほぼ離乳食ぐらい柔らかいからね。なるほど。これ実はですね、うん、紅生姜とか、うん、ちょっと油を控えめに使ったりとか、ちょっと気使えば、うん、あとタコは入れないとか気使えば、たこ焼きの皮だけでしたら、うん、1歳から食べれるんですよ、これ。何の情報だよ。これすごくないですか？結構1歳から個人差ありそうだし、だから考えようによっちゃ、ね、ちっちゃい頃からでも食べれるということで、考えようによっちゃでしょ、それは。はい、その工夫さえあればという意見届いてねえよ。世代幅広くこれ食べれますので、食べたいなんてさ、はい、皆さんいいですよね、これ世代広く、はい、うん。あと完成まで、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ね、すごいたこ焼きについて調べてくれたの？はい、結構だいぶ調べて、先ほどあの時間あったので、あのごめんなさい、完成まであとどれくらいで、完成、今何時ですか？今見てわかるでしょ、ね、あ、なるほど、もう調べたんだから、はい、見て、もうちょっとかかりますね。もうちょっとかかりそうですね、まだちょっと半分くらいひっくり返せてないので、でもいい感じで焼けてます、こちら。うわー、はい、いや、ありがとうございます。村上くんはまだ試食してないんですか？実は僕まだ食べてないんですよ。あ、そうなの？ラジオ焼きの方も食べたことがないので、うん、ぜひよろしければね、僕もちょっと、うん、食べさせていただければ、うん、幸いでございます。もうできたやつが、今1個試食してみたら、あの、すでに今日作ったやつあるんじゃない？いや、ちょっとまだ半生、火取ってないの。じゃあ、もうあの今日午前中作って余ってるやつあるでしょ？あ、余ってるやつあります？ある、ある。ちょっと冷めちゃってるけど大丈夫かな？あ、全然冷めちゃっても大丈夫です、うんうんうん、え、ちょっと食べていいですか？じゃあ、そしたらそれをちょっと食べて、先にじゃあ感想を、そう、あ、いいですか？もちろんもちろん。じゃあちょっと今スタンバイの方がありますので、食リポというのもね、だから、あ、いいですか？すいません、わざわざこんな状況まで。食べれないとかないですよね、たこ焼き。あ、全然、僕はもうたこ焼きも何なら大好きな方ですし、なんか大阪と東京のね、うん、あの違いも分かるくらい、あの食べ、あの大阪と東京の違い、違いが今のところ言った、うん、ちゃんと。あ、言いました、今やっと届きました、たこ焼きが。たこ焼き、はい、すいません、これが、ちゃんとリアクションしてよ。これがいいと、ごめんなさい、ラジオ焼きの方ですかね。ラジオですね。これラジオ、いや、ラジオ焼きの方を今から食べさせていただきます。はい、じゃ、それではいただきます。うわ、これすごいでしょ。ん？これ何？初めて食べます。まず、その前に何つったの？
いや、めちゃくちゃ美味しいです、これ。美味しい。で、中が、うん、これ、夏さん焼きでやりました？夏さん焼き？いや、水分量含まれちゃう。水分量多めの。新しい名前です。そう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 。これ、こんにゃくと牛すじですもんね。そう。いや、だしがやっぱ牛すじっぽいですね、やっぱり。居酒屋でよく食べる、あの牛すじの。あの感じに近いんです。だしが効いてる。めちゃくちゃ美味しいですね、これ。焼き。美味しそう。いや、通常のたこ焼きと違って、なんかこっちでもね、はい、流行りそうな感じしますよね。ねえ、うん。何そうでよかった、それ。いや、もう本当、元気そうなのが一番ですから。はい。はい。あ、そういうなんか、当てはめるやつはないんだ、その。ごめんなさい、ごめんなさい。そんな感じで、え、言葉遊びします、今日。言葉遊び。そんな感じでいきます、今日。あ、じゃ次まで。わからないか、あんのかなと思っちゃった。いや、でも本当にあの、牛、あの、本当に煮込んでそう、煮込みそう。なんか。煮込みそうでよかった。煮込みそうでよかった、本当に。煮込んでそうでよかった。煮込んでんの。本当に煮込んでそうでよかった。3時間煮込んでんの。これ合ってますよ、これ。大丈夫ですか、これ合ってます。大丈夫ですよ、これ。リポートってこれ合ってます。煮込んでそうでよかったよ。煮込んで。あ、花さんがよかったといただければ幸いでございます。はい、うん。何分でございます。ありがとうございます。そんな感じで、あの、今日は、あの、リポートの方させていただければと思いますので。終わりました。すいません、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、どうします？なんかメールとか読んで待ちましょうか？ね、そうですね。いっぱいね、メールいただいてますんで、うん、なっちゃんも聞いてて。はい。柴犬子さんです。はい、712回おめでとうございます、うん。放送初回から聞かせていただいていて、今ではラジオショー中心の生活となっています。しかも7年前の今日、6月5日に、うん、私たち夫婦は結婚式を挙げた記念日でもあるので、記念すべき日が同じなんてとてもとても嬉しく思います、うん、今日は記念のたこ焼きパーティーですね、うん、なっちゃんのたこ焼きを食べてる皆さんのアクスタを作ってください、うん、ぜひご検討ください。アクリルスタンドのことですね。食べてる様子のアクスタ、すごい作ってほしい。アクスタすごいいっぱい来てるね。ありがとうございます。嬉しいね。お祝いのメッセージですね。お祝いだ。そうね、うん、じゃあとっちん塾女さんね、はい、いつもありがとうございます、うん、2020年9月7日のスタートから3年8ヶ月余り、うん、記念すべき712回を迎えられたこと本当におめでとうございます。ございます。栄えあるこの日が地下界隈に光を当てたラジオショーの深部を担うと言ってもいい水曜日だったことがリスナーとしては感激ひとしおでございます、うん、考えひとしおでございます。これからも我々が知らない地下芸人を日の当たる場所へ引き上げつつ、ナイツさんと安藤夏さんはじめ曜日パートナーの皆様の楽しいトークを聞かせていただけることを楽しみにしています、うん、嬉しいですね。これからも応援しています。とっちん塾女さんからいただきました。ありがとうございます。ましたいつも、はいはい、はい、ということで、はい、ちょっとね、はい、一個ずつ食べてほしいので、はい、今持ってきますね。ラジオ焼きとできた？たこ焼き。あ、ほんと？違いを。じゃあ持ってきて。これと、じゃあこれ、じゃあこれラジオ焼きですね。村上君が持ってきてるのね。あ、はい、私が持ってきます。お願いします。ポーターというかもう、運び屋だけないからの。こっち、紅生姜が入ってる方が、村上くん持ってきてる間、はい、今日は712回記念ということでリスナーの皆さんのナイツザラジオショーの思い出もメールでお待ちしています、うん、2020年から4年近くやっております。好きだった回とかあれ何だったのという回、また印象に残ってるゲストなんかもね教えてください。はい、712回をね祝するかのように昨日、うん、ジャイアンツ18得点でしたからね。びっくりしたよ俺。あんだけ打てない人だったら23安打18得点で12回を祝して祝してでしょう。祝報でしたか。ヘルナンデスやばいでしょあれ。すごいです ね、 もうね。ナイツさんすいません。来た来た。何ちょっと高木の方できたのでスタジオに持っていきます。もう持ってきて。はい、うん、すいません、うん、ありがとう。あ、もうすぐそこにいるんだ。めちゃくちゃ近いけど、ね、今持ってきてますよ。そう、はい、うわ、なんかあのすっげえな冷房低い設定になってるけど、え、遠隔操作はなっちゃう。すいませんさあ、おいしそう、おいしそう。村上元気そうですか。すいません、今花さんが持っていただいた方がラジオ焼きでございます。で、こちらが通常のたこ焼きでございます、はいはいはい、ぜひちょっと食べ比べていただいて。ありがとうございます。あ、お箸安らぎの時の収録だったの。違います、違います。そうですね、普通の衣装、衣装ですよ。いただきます。よろしくお願いいたします。あ、これ、あれつけないの。あ、ソースとかね、あの、つけて、うん、もう、ぜひぜひ。一個一個なってるんでしょ。あ、一個一個なってないです。こっちがたこ焼きでございますね。でしょ。こっちたこ焼きで、こっちが、ラジオ焼きでございます。じゃあ、まずたこ焼きいただきます。はい、たこ焼き、はい。はい。
赤すっげえ熱そうだなこれ。ちょっと本当に焼きたてなのでごめんなさいちょっとブレちゃうの。ごめんなさい大丈夫ですか。これはこれラジオ焼きでございます。これラジオ焼き、これラジオ焼きでございます。はい、ブレ食べたらやっぱなっちゃんのたこ焼き美味しい。いやそうですよね、はい、飲めるたこ焼き本当に飲めましたか。めちゃくちゃうまいね。トロトロですね。ね、やっぱトロトロの分やっぱ熱いからね。そうです、ラジオ焼きもこれソースとマヨネーズかけちゃった方がいい。なんか本来調べたらポン酢とかみたいなんだけど、うん、そうだね、ちょっと和風だよね、はい、多分、はい、ちょっと冷まして食べよう。そうちょっとラジオ焼きどうだった、花さん。なんかね、確かに出汁が効いててすっごい美味しかった。そうです、そうです。こんにゃくの方が食感があるから、そうです、牛すじってよりもこんにゃくで出汁のたこ焼き食べてるって感じです。そうですね、すごい美味しかった。いいかも、本当だ、こんにゃくが、そうです、うん、こんにゃくのこう歯応えがちょっとたこ焼きに近いから、うん、でも牛すじもしっかり効いてません、うん、で出汁を本当感じる、美味しいですよね、通常いくらでも食べれるわ、これ牛すじの、ね、やっぱ国語は、コクがあるから、国語国語大丈夫、大丈夫でよかった。いや、もう暑そうでよかった。よくねえだろ、これ合ってる、よくねえだろ。もう焼きたてで良かったですね。美味しいよ、なっちゃん、ラジオ焼き。良かったです、うん、はい、こんな感じでございます、違いとしては。美味しい。まだ食べますか。食べる、食べます、食べます。持ってきましょうか、うん、ちょっとまた持ってきますね、僕。ならまた、はい、またちょっと持ってきます、急遽したの、はい、すいません。中継リポーターだからね、村上くんが持ってくる人なんだよ。じゃないですか、大丈夫ですか、僕これこれ運んでるだけじゃないですよね、今日リポーターですよね、大丈夫ですよね。だからなるべくさ、自信持ってありますよ、喋らないでさ、運んでほしいんだよね、うん、あ、わかりました、わかりました。ごめんなさい、すいません。わかりました。あの一言もなんか喋んなくていいから、わかりました、はい、マイクも置いちゃって、それをあの運ぶのだけを専念で今日やってもらえれば。いやいや、きついって。え、なんで呼ばれた俺。そんな感じで、わかりました、ちょっと専念します、ちゃんと運ぶ。村上君も食べていいからね、熱々のやつ。 ありがとうございます、ちょっと食べさせていただきます、はい、でも久々に美味しい、なっちゃんのたこ焼きやっぱ食べて美味しいな、うん、めっちゃうまい。これなんとかこれお見せできるよ、本当に焼きたてのたこ焼きの恐ろしさ。うわ、本当に久々に思い知った。特にね、いや、めちゃくちゃ熱い、なっちゃんのこのトロトロのやつ、そうですね、水分量多いから、うん、あの火傷率が高い、ね、危ない、なんか家でなんかラジオだから喋んなきゃいけないと思ったらもうこれは、危険性が高い。いや、美味しかった、美味しかった、なっちゃんありがとう。あ、今持ってきましたよ。あ、来た、あ、また。じゃあね、あのそろそろもうオープニング終わる時間だから、今日ゲストが2組だから、あ、だから村上食べて、最後じゃあ村上くん食べて、あのスタジオの中でじゃあ食べて、うん、うん、食べて、もう時間ないから、時間ないから、もう、はい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 。We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! まして、こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。そして村上元気それがってどうします。いやいや、行くならこれで、いや、行くこれで、いや、リアクション取ってか、全然リアクション取ってないのに入ってますよ、リアクション。またまた、まあ、いや、いいって言う、またまたって言いましょう、またまたとか。あ、なっちゃん、なっちゃん、お帰り。あ、またあるの。いやいや、美味しかったなっちゃん、ありがとう。あ、ソースかけなくていいですか。ソースもかけてちょっとゆっくり食べましょう。
いや、本当にこれ熱いから。いや、素手で。ゆっくり食べよう。ゆっくり食べたい。同じ過ちよ。なんで何回繰り返す。なんか相当冷めたかなと思って。もう冷めないですよ。なんかちゃんと熱いです。なんかちゃんと熱いですね。ちゃんと焼いてたね。はい。じゃあ村上くんには、じゃあちょっとうまい。一旦ここで、また休憩してもらいまして。あ、わかりました。村上くんには、また3時台に来てもらいます。わかりました。3時台。全部大久保さんの時に待ってきます。はい。また野球でね。またいつでも、じゃあスタンバイしといて。スタンバイしといて。いつでも行けるように準備してきますんで。はい。すいません。よろしくお願いします。一旦休憩します。すいません。ありがとうございます。一応712回特別ゲストはもう彼ですから。今日のやっぱりアニバーサリーゲストですから一応ね。確かに。ということで今日はもう盛りだくさんなんですよ。この後すぐに1時台はパーパーの2人が登場、うん、そして2時台は元プロ野球選手デーブ大久保さんが登場してくれます。面白いです。はい、ゲストへの質問メール、また番組を聞いての感想などお待ちしてます。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツザラジオショー、ナイティナインのオールナイトニッポン歌謡祭、10月26日土曜日横浜アリーナで開催。第1弾ゲストは今度の木曜の番組の中で大発表。なんかすごいゲストが来てくれるらしいね。そうなんですよ、放送で確かめてもらいましょう。そうやな。チケットの最速選考も放送と同時にスタート。聞くしかないんじゃない。ねえ、今何聞いてんの。あ、ラジオ聞いてる。ラジオっ子だね。うん、あ、ごめん、ラジオって言ったけど厳密にはスポティファイでポッドキャスト聞いてる。え？スポティファイで好きなラジオ番組を好きな時間に聞いてるの。つまりラジオっ子でありスポティファイのポッドキャストっ子でもあるの。まあラジオっ子だよそれは。オールナイトニッポンの一部番組など人気ラジオ番組を好きな時間に楽しめるスポティファイ。過払い金の確認は0120-99。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？うん、紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さんお願いします。はい、お伝えします。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上り線はアクアトンネルにトラックが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で4キロの渋滞、さらに大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停付近で工事のため2キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道16号線の下りは相模原市緑区橋本駅南入り口で乗用車同士の事故のため八王子方面に向かう車が1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、拓亮建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。
ZOO。 私基本的に生理的に人と握手ができないタイプなんで、ね、だから立候補できないんですよ、ね、それはとも新保二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。そうだ決めた。何ですか。手袋すりゃいいんだいつも。ああいいんじゃないですか、あの立候補する時みたいな。おかしくないですかそれ。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. ナイツの土屋です。花輪です。Hosted by Nights from Monday to Thursday, Nights, the radio show. ナイツザラジオショーお送りしております。この時間のゲスト、パーパーのお二人です。どうもよろしくお願いします。パーパーの星野ディスコです。アンナプーです。お願いします。これ以上可愛くないどうすんだよ。ああ嬉しい。もしかして気づいてます？私が10キロ痩せたっていうことを。これじゃマジどうすんの会話。もうすごいいろんな人に言われますね。そうなの。そうなの。長谷川さんもこれ以上可愛くなってどうすんの。会うたびに言われます、ね。マネージャー陣からも芸人からもみんなに言われてね。はい、みんなに言われて。ベジファーストダイエット。あ、そうなん。野菜先に食べるやつね。そうです。ベジファーストダイエット。ダイエットで何キロ痩せたんですか。10キロです。10キロすごいね。マイナップの身長で。はい。食べるの？野菜をすっごい食べるの？野菜はでも結構食べてます。ボール、あの、ボール一皿分っていうんですか、あれ、ワンボール分食べて、でも普通に定食みたいなのもその後、だから食べる量は多分めちゃくちゃ多いんですけど。でも痩せるんだ。結構食べるんだ。意外と結構食べますね。消化が、のあれが変わるって言うよね。ビビルの大きさも確かそうじゃなかった。あ、じゃあちょっと喋んないで待って。野菜いやいや、って言っただけですけど、まだ相槌もダメですか。 A もダメなの、ま、A も A もダメな A も A スパンパは別にそのパートで分けなきゃいけないわけそうですよ。アイナップのダイエットの話の時は星野喋っちゃいけないとか切り取りづらくなる。いや、なんで切り取ろうとしてる。犯罪かなんかしてる。まあその後ね。その後ねじゃないですよ。いや大丈夫です。その後ね気をつけてますし大丈夫です。食べますか、たこ焼き。あ、そう、いいんですか。食べたいです。はい、いいです。どっちがたこ焼きとラジオ焼き。お箸とか、なんかどっち。お箸があるかな。じゃあでも焼いたら、でもあの歌手だとさ、やっぱり喉のあれとか変わっちゃうから。あ、どうする、食べなくて、無理して食べなくても。喉にいい方で、じゃあ喉にいい方だったらないです。ないです。これに喉にいい方とかない。ラジオ焼きかな。こっちがたこ焼きです。こっちがラジオ焼き。あ、じゃあラジオ焼き、はい、ちょっとやっぱラジオ。アイナップもいけるの。食べれる。そうですね、まあ味見程度にね。いやいや、美味しそうだなって思って。その、なんですか、なんでそんな気づかない。ゆずこしょうもあるから。ゆずこしょう打ち合わせでは、一応打ち合わせではちょっと直でいく。あ、でも食べたくないっていう。あ、そうなんです、そうです。ダイエット中だから。ダイエット中だから無理しなくていい。無理しなくていいよ。あ、本当ですか。でももう、あの、食べたい。食べるんだ。食べたい。食べたい、食べたいです。なんでちょっと女優さんみたいな。いやいやいや。なんでこんなにこんな気づかなきゃいけない。うまく買わせるなら食べなかったし。なんか、やっぱり初め褒められちゃったから。食べなきゃいけないんだよね。いやいや、もう、それの、そのために褒めてたんですか。そんなわけない。これいいんですか、このまま。いいよいいよ。ラジオ焼き。じゃあ、ラインナップはラジオ焼き。あれ、こちら星野くんは。たこ焼き。星野食べて。こっちたこ焼きですか。たこ焼きを今。じゃあ、いただきます。どうぞ。あっけ。まだ暑い。まだ暑いんだ。まだ暑かった。歌える、悪魔ちゃん。いやいやいや、いや、めっちゃ暑いじゃん、まだ。今歌ったら喉やけどするだろうね。感情も言えないぐらい暑いですね。美味しいですよ、はい。あ、今も食べたら。めちゃくちゃ美味しいで、出汁がやっぱすごい効いてますね。美味しいです。712回の記念のゲストですからね。いやいやいや、僕らのゲストにね、こう、告知させたくなかったけどね、ライブの。単独ライブのチケットが売れてないらしいじゃないですか。そうなんですよ。だって、聞いたじゃん、この前。はい。うん。あれ、打ち合わせもしてないんでしょ？そうです。まだ、今日、この後、初めて、指導するという。え、で、いつなの、ライブが？6月21日。もうすぐじゃない。16日。再来週？
はい。なんですけど、まだ一回もネタ合わせとか何もしてなくて。してない。まあ僕個人でずっと動いてはいたんですけど。え、はい、大丈夫なんじゃないんだか、それ。いや、わかんないです。だから、もう無理だった時はもう無理でしょうがない。しょうがなくないしょうがないなと。しょうがなくないよ、その時期。なので一応何があってもいいように配信はなしでやろうと思って。いや、それ、逃げ道みたいな。デジタルタトゥーになっちゃうんで、やっぱ失敗した時に。いつもこんな感じなの？毎回ギリギリなの？はい、いや、あんまでは新ネタとか結構ギリギリになっちゃうんですけど、あの2回目の単独ライブなんで、うん、どれぐらいのペースでやっていくとかが全く分かんなくて、あ、そう、そのまあいけるっしょみたいな感じで、はい、いけるっしょで、いけるっしょっていう、行く、すごい、はい、いや、ちょっと心配です、16日間だからね、はい、でももうあの台本はできたんですよ、あ、全部、まだ先生に渡ししてないだけなんだ、はい、はい、あれ、その、本当2、3日前に、山田先生に、はい、2、3日前に先生にいかがですかと言われて、先生がその、はい、こんなんできないって言われたらどうするの？言われたらもう、早急にあの代役をちょっと探して、でも本当に不思議な話、まだ間に合うんですよ、代役。間に合うってこと？だってその、何にも知らずにちょっと今ここ呼ばれてきてるんで、うん、その、台本渡せばまだアイナプーのところは誰でもできるっていう、うん、状況なんですよ。こからだからもうスタートラインが一緒だから、ね、一緒だから、はい、モチベーションもないじゃん。そういうことじゃない、当て書きして書いてるから、そうですよ、山田さんと星野くんっていう、そうだよ、あのやつやってますんで、もし本当にアイナプがダメだったら誰かいるの、同じぐらいにこう大きさの女の人がいいんでしょ、そうですね、うん、なのでザジーとか、ま、ザジーとかザジーは髪の色がね、髪色だけなんでちょっと性別とか怖いびっくりするけど途中でザジーになってたらいや、そうするとすっごい濃くとさ、立たせてやればいけんじゃん、だいぶ世界観変わっちゃうんで、でも私あの、はい、私服をあの、うん、ネットでいいのないかなって探してたら、うん、あのめちゃくちゃザジーと同じブラウス、ザジーと同じブラウス、ルイジェットみたいな、ザジーのブランドだと思って、みんな知らないですよ、ザジーがどこで、ブランドやってんの、ブランドとか、違います、普通にあの、あ、わかんない、ファッションブランド、ブランドがある、絶対ザジーのブランドだ、ここで買ってるんだ、多分女性が着るようなブランドあいつは着てるってことなんだね、そうだったな、おかしいねそれ、そうですね、まあちょっと一応空いてるかだけは聞いてみたい、板野友美さんとかね、ああ確かに確かにちょっと似てますし、確かに似てるじゃないよ、すごい言われる、ラジオやキッズじゃないよ、一番いいのはやっぱ吉岡里帆さんよく似てる、吉岡里帆さんだよね、一番言われる、言われますね、あの炎上とか怖くないんだ、炎上しないです、あのみんな似てないって思ってるから炎上しない、本気にしない、本気にしないから大丈夫なんだ、それはそういう手法もあったんだね、でも星野が逆にね体調不良のことだってあるからね、ああそうですね、三浦大知さんとか、そうですね、三浦大知さんちょっと、はい、もう最悪踊っていただければ1時間やるか、はい、なるし、パッパーの星野の代わりに出るか三浦大知さんがお願いできれば1回公演1日そうです、はい、なので、まあ、草月ホール、まあ、500ぐらいなんですけど、すごいね、はい、すごいホールでやるんだね、はい、で結成10周年なんで、うん、まあお客さんも来てくれるだろうと思って、うん、やってみたら、うん、意外と全然その興味があんまりないのかチケットの売れ行きちょっとそんなにまだ、はい、やばいよ、だって星野くん一人で、はい、ツアーでそうです、何万円ってみんな払ってきてるわけでしょ、そうです、先日あの仙台一泊二日で行ったんですけど、あの、まあ、通常だとまあ2万円とか3万円なんですけど、私は7万円で、はい、どんだけ、これ100円どんだけしてるよ、はい、1人7万円、はい、そうですそうです、あの、はい、通販の逆みたいな、どう思いました、お買い得じゃない、星野一人で7万円で行ったりって、どうなの、やっぱ相方として、いやだからその、うん、心はもうなくなっちゃったのかなっていう、その7万でバスツアーするの、うん、心苦しくないですか、ファンの方が、ね、いやいやいや、やっぱりもうちょっと優しい金額にしていただきたいよね、うんうん、でしかもゾッとするのが、その仙台集合のバスツアーなんですよ、仙台までの交通費は自分で行かなきゃいけない、みんなでバス、東京からバスで仙台じゃなくてね、はい、仙台市内回る7万のバスツアー、はい、仙台までは自費でまたプラスで、九州から来た方はそこから九州から飛行機で、うん、来てね、来て、うん、はい、その交通費はまあ自腹になるんで、野宿でしょ、野宿ではないです、野宿なの、さすがに野宿って野宿7万とかもやばいです、あの、マセキがやってるんだよね、このバスツアー、はい、ちゃんとマセキ公式でやってるんで、まあ、アイナプもやればいいじゃん、
あ、確かに。パイナップル。写真集出してさ。まっすぐやって。でもやっぱりダイエットして、うん、目標とかあるわけでしょ、はい、写真集出したいとかなんか。今最近あのアンゴラ村長だって、あ、1位になってる。確かにそれの影響か。だからそのダイエットしましたってそのコメントで写真集出たら買いますってコメント来てて、あ、来るんだ、ゴーゴーゴーってなりました。ちょっと怖くないですか、私が写真集、うん、どっちですか、どっちですか、どっちですかって何、痛くないですか、私が写真集出したいや、その痛さを求めてない今度今度はこっちが、ね、こっち痛い、痛いことやったから今こっちやってほしい、どっちもやってほしい。私がやってたのにその彼がやりだしたから、うん、そのなんか私までやったらもうやばくないですか、集中つかなくて。いやもう私が先にやってた自負はあるんだ。あ、もちろんです、私が先にそっちのパートだったんですね、やったのに欲しいのがやっぱり、はいはい、ある日突然、まあでも元々ね、ミュージシャンというか、はいはい、音楽が好きだ。あ、まあそうですね。まあ、バスツアーでも歌うんでしょ、もちろん。そうです。もう朝から晩まで歌をずっと歌って、うん、バスの中でも歌って、うん、で、バス帰ってホテル着いたら、うん、そこでディナーショー1時間やって。うん、そうだったら安いじゃん、逆に。そうですね。なんか全然安いですっていう。なんで他の、お声を。自分の持ち歌1個しかないでしょ、まだ。あ、そうですね。まあ全然ないんですけど、ね、あの1曲も歌わずに、全部人の歌で、はい。愛しの悪魔ちゃんも歌ってないの？もう歌わなかったですよね。全部、全部人の曲で。一回ぐらい歌うもんじゃないの？そういえば、自分の曲歌わなかったなって終わっちゃいました、ね。そんなことあるんですよ。あの、でもファンも求めてないんですよ。求めてないんですよ。オリジナル曲を求めてないの？はい。だから営業とかで、なんかいろんなとこ行くじゃないですか、うん、全国、はい。本当に遠いところまで来てくれる親衛隊みたいな星野さんのファンの最前列座ってて、うん、じゃあ星野さんなんか最後に一曲フレーズ歌いますけど、うん、その、愛しの悪魔ちゃんか、なんかこの別の、うん、あれ、うん、曲、どっちがいいですかって聞いた時に、そのファンも、あの手を挙げずに、なんか、他のカバーが来たい。みんなカバーが来たいんだ。そうですね。何万かけて、その、九州とかまで来てくれるのに、カバーが来たい。オリジナルを聞きすぎちゃったのか、もう最初から聞いてないのか分かんないですけど、はい。やっぱりリクエストは最近の、オフィシャルヒゲダンディズムみたいな。そうですね。なんか最近流行ってる曲とか、あとはやっぱ歌謡曲、うんうんうん、僕のお客様のその層が結構純烈さんと同じ感じというか、そうなの、あの年齢層高めの方もいらっしゃるんで、歌謡曲とか歌うと、あの奈良早々とか歌ったんですけど、皆さん涙を流して聞かれて、染みるんだね。はい、やっぱり面白い。でも本当歌手の人だね。はい、歌手の人。何人ぐらい？お客さんは結局40人ぐらい来ていただいて、すごいじゃん、すごいじゃん、はい、で夜あのお部屋訪問もさせていただいて、はい、各部屋お部屋訪問7万ですから、7万円なんで、はい、7万円だからそれはそうでしょ、はい、お部屋で1分間のフリー、星のフリータイムがあるでしょ、それは、はい、1分間、星のフリータイム、星のフリータイムあるんだもんね、星のフリータイムっていうと何やったって何やったって言い訳じゃないんですよ、そのフリータイムじゃないんですよ7万円ですからね。いや7万円なんですから。いやいや安いもんで7万円ですから。いやいや、7万円でそんな、僕が安売りしてるみたいなのやめてください。逆にめっちゃ安いじゃないですか、じゃあ。何部屋ぐらい回ったんだっけ ?40 部屋。でも、ほぼ、あ、でも2人部屋のところもあったんで、でも30とか25ぐらい部屋を。隣にコンコンってやって入るでしょ、はい、その隣の人もずっと待ってるの、あ、次。そうです。はい。次私だ。で、今スタッフさんが事前に、うん、あ、じゃあ今から星野さん来ますので、うん、あの、お待ちください。スタッフは誰がやってるの、は、その旅行会社の方が。マセキの芸人とかね。マセキの芸人。マセキの手作りで。手作りマセキの芸人。まあ一応あの、僕の、あの、メンタルケアで、ジグザグジギの池田さんはいらっしゃる。メンタルケアで言ったら、メンタルケアで。はい。なんか、僕が襲われたりとかしたら、ちょっと、ケアしてもらおうと思って。付き添いで来てもらいました。傷つくことがあるかもしれないから。はい、すごいこと言われるかもしれない。なんかひどいこと。払ったファンに。払ったファンに。もうちょっとなんか、1分で短い気がするんだよな、俺。あ、何分くらい？何分くらい？やっぱ5分は必要でしょ。いや、だってそこが一番楽しみなんだよ、お客さんが。あ、まあ、2人きりみたいな。やっぱり、1分だって会話できないじゃん、もう。そうですね。なんかもう写真撮って終わりみたいな感じ。あ、そうだよ。むしろ時間中途半端に余っちゃう気がするけど。いやでも、まあ、意外とあの、添い寝したりとかはできましたけどね。全然。一分間で、ね、カットすることあるかもしれないですね。いやいやいや、ここはやっぱり。でも遠くの分けないから。そうね。いつかあの時お前、添い寝とか言ってたな、みたいな。徹底的証拠。
自分でね。いやはい、自分からじゃないですよ。添い寝しようって。すげえ提案はしてないですけど。もうそれも一応見てるもんね。係員の人も。あの、まあ一応その。二人きりにならない。二人きり、まあ。ドア開けたままなんだよね。そうです、そうです。もちろんね。で、あの、鏡越しにこう見てくれて。直視ではないんだ。直視で、やっぱ、さすがにあの、笑っちゃうから見れないみたいな。鏡越しね、見てやるんですよ。で、それ何回聞いても面白いんだけど。鏡の反射で見てくれてたんで大丈夫だったんですけど、全然あの、ボディタッチとかなく、ただ、あの、ベッドでこう、添い寝。添い寝。思い出の一本だ。ね。肩もいいだって、全員じゃない。全員じゃない。全員じゃない。お酒飲んだりとか、そういう人も。あ、そういう人もちょっと、裏の、裏みたいな人もいるでしょ。大変ですね。とかいう人もいたでしょ。あ、そうですね、はい。私は全然好きじゃないんですよ、みたいな人も。はいはい。好きじゃないんですけど。なんで来たんですか。好きじゃないんですけど、やばい。よくやりますね、とか。よくやりますね、君は。やりますね。いやいや、そのために7万払ってる。異常ですよ、ちょっとその方。それが一番やばい。そのために7万。もうお別れなんでちゃんとお知らせをしておきましょう。全然あの単独ライブの話してないですけど、するつもりだったんだけどね。結局バスツアーの話だったから。やっぱはい、すみません。なのであのぜひ来ていただきたいんですけど、6月21日金曜日にパーパー結成10周年記念ライブ、星野くん従ってが蒼月ホールでありまして、18時開場19時開演で、料金が前より4000円、当日が4500円でございます。はい、まあまだ全然バスツアーに比べたらだいぶ安い。そうですね。今日は初めてねネタを渡されるアイナツは、もう今日からやるんですけど、しか覚えてよ。はい、覚えます。どうも急に芸人がそりゃそうだ。まだついていけてないんです。ついていけないよ。でこの時間のゲストパーパーのお二人でした。ありがとうございました。日本放送The Radio Show。確認は0120-10-10-10。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方からの感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく、過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと無料診断に電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、と思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車高しで検索。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
Radio Show。 続いてアミドのサイエンスがお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。横浜山手西洋館で今、花と器のハーモニー2020ハーモニーは6月9日今度の日曜日までの開催です。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、おかげさまで712回放送しまして、はい、おめでとうございます。もう多分半分、356回、はい、田中さんは、そうですよね、出ていただいてると思います、はい、週の後半、ね、はい、だから田中さんの712回も私しっかりお祝いさせていただきますので、だいぶかかりますね。だいぶかかりますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ来た、すごい花粉だ。部屋の中に入るか、入るか、見事にキャッチ。さすがナノキャッチフィルターです。網戸に貼るだけ花粉をキャッチ。 3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めは網戸マン .net で。時刻は1時51分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースですが、畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。岸田政権が今の国会の目玉政策と位置づける少子化対策関連法が今日の参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。本案は可決されました。でこれは児童手当や育児休業給付を拡充するもので、財源の確保のため公的医療保険料に上乗せする子ども子育て支援金を2026年度に創設し、幅広い世代から徴収します。で徴収額は2026年度に総額6000億円、その後順次引き上げる方針で2028年度には1兆円になります。赤ちゃんの生まれる数は減少が続き、おととしから去年は2年連続で70万人台となる見通しです。このような現状の中で、政府は若者の人口が急減する2030年までが少子化傾向を反転させるラストチャンスとしています。インドで行われておりました議員下院の総選挙は5日すべての議席の結果が確定しました。ニューデリーからの共同通信で、与党のインド自民党を軸とする与党連合は過半数を維持し、モディ首相は国民が3回連続で与党連合に信頼を寄せた、歴史に残る偉業だと X 旧ツイッターで勝利宣言しました。しかしインド自民党は議席そのものは前回2019年の303から240に大きく減らし、与党連合全体でも300に達しませんでした。経済成長を実感できない有権者が離れ、苦戦につながったとみられます。この結果を受け、モディ首相の求心力低下は避けられない状況です。今日午前、 JR 横浜駅の東海道線のホームで刃物を持った男が座り込んでいると通報がありました。男は刃物を持って電車に乗り込み、電車が停車した川崎駅で警察が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。怪我人はいませんでした。家電量販店大手の野島から移って自らが勤めていた子会社の口座から2000万円を騙し取ったとして、野島の元社員桜井秀樹容疑者34歳が詐欺などの疑いで逮捕されました。手口は社内の承認を経ずに不正に作成した払い戻し請求書を県内の金融機関に提出し現金を騙し取るというもので、警察は桜井容疑者が投資などで借金があったとみて調べています。この時間のニュースは以上です。畑中さん、ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は自動ドアのナブコシステム、久光製薬、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。
日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ナイツ、The Radio Show。はい、ということで、うん、ラジオショーの思い出ですね。あ、はいはい、712回おめでとうございます。たまこさんという方です。水曜日の時におぼんこぼん師匠がゲストで出演されて、うん、気まずい空気になった時に、うんうん、ダッターンボヨヨーンで一気に笑いの空気にしてくれました。はいはい、ほっとした、忘れられない回です。これからも1000回2000回と頑張ってください。あれ、なっちゃんのファインプレーがね、いやもうさようになりました。本当に事前に聞いてたじゃないですか、すごい仲が悪いから何かあったらどうしようねっていうので、だからちょっと胸元をざっくり開いたシャツは着てたんですよ。燃え袖の、燃え袖のやつ、そう、ね、ちょっとニットの、ね、はい、着てたんですよ ね。でもそれだけじゃちょっと収まんなくて、だからちょっと出たんでしょうね。だったんぼよよんぼよ、あれが結局だから水ダウの、ね、仲直り神回につながった。そうでしょ、あの前、全然仲直り前ですよ。そうだ、もう、小盆師匠が自分の隣だったんですけど、うん、ずっと自分の方向いてました。あの、お盆師匠を見ないで、うん、それは小盆師匠は胸元を見てたんだと俺は、うん、いや、そっちかい。なんだよ、一番スケベ説あるから、引、うん、っかかってたんかい。小盆が一番スケベ説ある漫才協会。そうなんです、うん、それに切れたからね、お盆師匠。むちゃくちゃスケベなんやって。はい、お便り来てます。はい、アムステルダム行ったり来たりさんです。土屋さんが良かれと思って奥さんの育ててきた草を全部抜いた話がやっぱり一番面白かったです。 あとその時の回に話された、花さんが、近所の人からラジオで使ってと渡された、よく、聞き取れない歌もまたぜひ流してください。歌、ああ、なんだろう、近所の人がラジオの曲を作ってくれたって話ね。近所に住んでる、まあ、方がいらっしゃるんだけど、その人が、うん、僕の友達がラジオショー好きで、ラジオショーの、うん、あれを作ってくれたんですっていう話だね。あ、うん、そうすると曲忘れちゃったけど、あれを流したんだっけ、流したんだっけ、流したんだっけ、流したのかもね、流したんだと思う、多分。どうだったんだっけ、どうだったんだろう、ね、水曜日ですかそれ。あ、いや、いやでも自分その引っこ抜いた火曜日だと思います。そうだよね、はい、前日の聞いたんで、何引っこ抜いてんだって思ったんですよ。だから多分火曜日だと思います。あ、その日にだからちょっと流してたんだ、ラジオショーの歌。全然覚えてないな、ラジオショーの歌。千住明さんの前にあったんだね。千住明さん作ってくれた人が、まだまだメールお待ちしております。カメラの北村の葛原です。どんなカメラも高く買い取ります。カメラの北村の大久保です。時計ブランド品もお気軽に。お電話は 0120-157-999 1579-999。僕は入社25年です。僕は青森出身です。査定はプロです。出張買取はカメラの北村。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。厄年には厄除け、法除けをしましょう。厄除け、法除けのご祈願は関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。日本放送からのお知らせです。6月17日月曜日の午前2時から5時まで番組のメールサーバーのメンテナンスを行います。お送りいただいてもメールが届かないことがございますので、番組へのメール送信はお控えください。ご協力よろしくお願いいたします。